犬ちゃんのキャラ散歩。今日はまた笹塚、そして一駅先の幡ヶ谷まで足を伸ばそうと思っているよ。皆さんこんにちは。みんな知ってる動物アイドル犬ちゃんだよ、と言ってるうちにもう後ろにキャラが見えてきたね。あ、マイメロとかね、キティとかサンリオですかね。おや、こいつらなんだっけ、なんだろうな。あ、そしてこのよみうりランドでよく見かける、これも犬の仲間だよね。いたいた、こういうのいるよね。そして横っちょの方を見てみると、お、かき氷がなんか顔ができてキャラ化されている。不思議だねこれもね。と上の方を見てみると、ん、イッツコミュニケーション、あ、こんなところに見たこともない、これ初めて見た、コムゾーだって。こんなキャラもいるんだね。やっぱり世の中まだまだ僕らの知らないキャラがいっぱい潜んでいるなぁ。あ、これはおなじみのあれか、スーモくんですね。マンション探してなんか読んでるね。うんうん。そしてスーモくんの上を見ると、あのタウンワークの豚ですよ。頑張って働いてるね豚もね。このお店の店先にはおなじみのあのお父さんとドコモだけがいるけど、その横に、あ、なんだか見慣れないイノシシですかねこれね。au の Wi-Fi って、イノシシのキャラだったんだ。そんな誰も知らないよ、そんなの。サマーセールか。ん、ペンギンと、イルカ、シャチ、クジラもいますね。でもこういうのはね、デザイナーが切り取ってきたクリップアートつんだよね。これはカット集みたいなもんでね、キャラとは違うんだね、これね。キャラっていうのはですね、なんかこう、いかにも俺を見てくれっていう無理やり感がないとキャラとは言わないんだよね。例えばこういうのね、このなんか黒猫、ほら、わざとらしい、買ってくださいって感じが漂っているよね。猫まんじゅう、だって初めて見たね、なんかこういうのね。まあ猫今流行ってるからな。お、猫まんじゅう3兄弟がいたんだ。いたずら、のほほん、おとぼけ、だって。なんかマイナーな感じがする、この笹塚駅前商店街だね。ま、僕だってマイナーなキャラではあるんですけども、まあそういう感じもまたキャラっぽいよね。ん、渋谷大好き写真コンテスト、渋谷区の PR キャラクターが誕生しました、だって。無理やり感あるね。アイリス、アイリス、花なのかなこれね。ちょっとお隣幡ヶ谷駅までやってきましたよ。ここは京王新線っていうね、地下に入るとこのホームなんですけども、ちょっと見渡してみると、200万円山分けキャンペーンだって。いいね、200万、中途半端な金額だね。そこに、お、いましたよキャラが。ペリカンかな、顎の大きい鳥ですね。急げ急げ、200万もらえんのかな。ペリカンが飛んでるよ。おお、そして口からお金が溢れている、ペリカンの。そうか、あの口の中に金が入ってたのか。こりゃ初めて聞いたね。あ、これは皆さんおなじみの、また出てきたよこいつら。パスモとスイカのペンギンだね。手をつないでさ、なんかイチャイチャしやがって。僕もなんかそういう交通系 IC カードとかになりたいな。おや、こちらには全国の交通系 IC カードがありますよ。北かね、北海道ね、ピタパ、イコカとかね、関西のね、ニモカってのもいるよね。スゴカってのもあるんだよね、これ九州ですかね。スゴカってカエルなんだね。なんでカエルなのかな。うーん、日本全国いろんなカードとともにいろんなキャラがいるんだよね。あ、こんなところでまた夏らしくくつろいでやがるねこいつらね。なんか楽しそうでいいな、気楽な感じだね。世界遺産、富士山。僕も世界遺産になりたいなーって、そりゃキャラと関係なかったねー。お、ゾウさんだよ。もらえるゾウだって。ゾウさんはこういう時に名前が使えるから便利だぞーねー。あれ、こんなとこにウサギがいるよ。ウサギなのかなこれ。尻みたいな形のウサギだね。ワクワクウキウキ。楽しくなるウサギだって。マイナーだなー。あ、風間しか、この歯がね、歯の字が歯になってる。これもちょっと一種のキャラと言えるんじゃないですかね。
外に出てみたよ。暑い暑い。だけどちょっとキャラを求めて僕はこの八千代銀行を見てみるよ。いるんだよね、ここにね。なんかほら、これも犬なのかね。耳の黒い、ちょっとスヌーピーさんのパチモンみたいな感じもしますけどもね。いっぱいいますね。まあ同じ犬仲間だから優しくしてやんないといけないかな。でっかいね、結構ね。なんて言うんだろうな、こいつ。あ、どうやらポチャッコ。ポチャッコって言うらしいですね。せっかく八千代銀行なんだからね、八千代とかそういう和風な名前にしたらどうなんですかね。いやー、ちょっとそれじゃキャラっぽくないかな。さて、横断歩道を渡ってちょっと、またパチンコ屋のそばに来てみましたよ。あ、いたいた、こないだも見たね、こいつ。なんだっけ、ジャグラー積んだっちゃかね、このピエロとこのサイ。サイのくせに海に潜って魚を取っている。恐ろしいサイだな。いやー、君たちもね、頑張ってるね、なんかね。そしてこっちには他のキャラ、これなんだ、忍者かな。その横にはまた忠実そうなワンちゃんのキャラがいたよ。顔は可愛いけどちょっと歯が尖ってるね。ま、君も頑張れよ。じゃあね。お、不動産屋だ。不動産屋はね、キャラがいっぱいいるのでおなじみですからね。ほらほら、こないだも見たやつがいるよ。このヤドカリのついたリスト、その横のなんか、あれ、この古ぼけたシールにも家のキャラがいましたね。いやー、なんかちょっとわびしい感じがするけどな。あ、このおなじみの鳩のマークの横に、なんか雪だるまみたいな鳥のキャラもいたね。もう目を凝らすといろんな隅っこにいろんなちっちゃいキャラがいるから見逃せませんね、本当にね。あ、そういえばこれに触れるのを今まで忘れていたよ。ポンタですよ、ポンタ。タヌキのね。普段なんかローソンとかでしか見ないと思うんだけど、うちにはHMV のポンタカードってのもあるんだけどね。ライフでも使えるようになったってことなんですね、なんか。緑色のエプロン着せられてね、ポンタがね、タヌキなのに。大根なんか持っちゃってね。たまる、使える、ね。まあ、タヌキのお腹にはいろんなものがね、溜まってるんだろうと思うけどね。ものすごいアピールしますね、ポンタね。こんな店先のちっちゃいシールにもキャラがいるのを見逃しませんよ、僕は。ほら、これなんだっけ、ホットペッパーの、ペッパー？唐辛子に目がついてキャラになってんだよね。ここは寿司屋の店先ですけども、招き猫がいっぱい手を振っている。寿司屋の大将も首を振っていたよ。ほら、ウィンドウに招き猫だらけ。おかみさんもいたね。寿司屋なんだからウィンドウに寿司のサンプル飾ればいいのに。なんか招き猫みたいな人形みたいなのばっかりしかいないよ。ま、でも寿司屋の大将のね、趣味を伺えていいね。あれ、子供110番の店って、子供110番ピーポくんだけじゃないんだ。こんななんかちょっと見たこともないマイナーそうなキャラも子供110番のシールになっている。僕も子供110番やりたいなぁ。お、あそこに歯医者さんが見えるよ。福田歯科。歯医者っていうとね、歯のマークとかがそのままキャラになってるかと思うと、ここはなんか、フクロウなんだね。あのマークは。福田だからフクロウっていうのもちょっとなんだ、イージーな感じはしますけども。ちょっと、また、ちゃんとしたピーポ君も見てみようか。交番の前でね。ほらほら、いたいた。こんなところにいたよ、ちっちゃく。ピーポ君の横にいるのは、これは、おじいさんとおばあさんだね。ちゃんとしたファミリーなんだね、ピーポ君もね。そうか、ファミリー全員が揃ったところのグラフィックはまだ見たことがないけどね。たくさん家族がいそうだな、ピーポ君も。お、これはおなじみ。クリーニング屋の。これ太陽マークなのかな？ひまわり？花なのかな？ちょっとわかんないんですけども。こんなキャラもいますよね。そして、こんな広い甲州街道の道を挟んだ反対側にも、キャラがいるのを見逃しませんよ、僕は。なんだっけあれ。コープ、盛況のね、
コープ坊やってんですかね、コープデリ、まあ、ちょっとおしゃれな感じだね。あ、向こうにももう一個キャラがいたよ。キャラなのかな、あれ。天草エクスプレスのこの聖徳太子ですかね、これはね。聖徳太子もキャラになっちゃっているね。そういう時代なんだね、恐ろしいね。さて、ここは畳屋の店先なんだけども、こんなとこにもキャラがいるのを僕は見逃しませんでしたよ。これは有名キャラ、くまモンだね。くまモンが畳好きだもんって言ってるね。本当かな、くまのくせに。いやー、暑い暑い。今日もいろんなキャラを見てきたね。そして横に目をやるとまたグラフィティ、手書きによるここにしかないと思われるような不気味な変なキャラがいっぱいいるよ。本当に僕らの街にはどんなところにどんなキャラが潜んでいるのかわからないよね。みんなも頑張って自分の街のキャラを探してみてね。犬ちゃんのキャラ散歩、それじゃまた次回をお楽しみに。